韓国が北朝鮮の弾頭ミサイルに対抗する多層防衛システムを担う THAAD 型の防空システムとして、国防開発庁 ADD が開発を進めていた長距離地対空ミサイル LSAM が2024年5月に開発を完了したよ。これが国防調達局 DAPA によって戦闘適合性が宣言され、2025年から量産が開始されて2028年から韓国空軍に配備されることとなったな。今回は韓国版 THAAD と呼ばれる LSAM の開発が完了して量産体制へ入った件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この LSAM はブロック1と呼ばれ、弾道ミサイルを 40km から 60km の高高度で撃墜することが可能とされ、在韓米軍に配備されている THAAD 到達高度 40km から 150km やパトリオット 15km から 40km、天弓 II 15km から 30km で構築されている現在の韓国における防空網を補填する形となり、北朝鮮の弾道ミサイルへの脅威への対応が強化されるみたい。これまで韓国においては高度 40km 以上での弾道ミサイル防空は在韓米軍に配備されていれる THAAD しか対応できなかったんだよね。2016年7月8日、在韓米軍に THAAD を配置することを韓国とアメリカが合意して、2017年4月26日に漁山部区と週2レーダーと発射台2機が導入され、続いて9月7日には発射台が4機に増強されて、レーダー1機と発射台6機の THAAD 部隊の配置が完了しているよ。しかし、配備された数が少ない上に在韓米軍のための配置でもあることから、韓国側が防空網を展開したい全ての地域をカバーすることができないばかりか、その発射の判断が米軍に委ねられていることから韓国では THAAD 配備への疑問が呈されていたぜ。また、防空ミサイルであるという性格から隣国を攻撃するミサイルではないと韓国側が主張しているにもかかわらず、韓国におけるアメリカの戦略的影響が高まることを懸念する中国やロシアは配備に反対し、特に中国は韓国に対して様々な嫌がらせとも思える制裁を科したわけだ。2016年8月3日には、中国における韓国人の商用複数査証の発給に制限がかけられ、同年の10月には韓国人の芸能人たちによる中国国内公演が制限されるようになったよ。さらに11月末からは、THAAD の配置のために自社が保有する敷地を提供したロッテグループの系列会社に対して、中国当局による税務消防衛生環境面など、嫌がらせとしか言いようのない調査が繰り返し実施されるなどしたために、当時のパククネ大統領が中国の習近平国家主席と会談するなど打開を図ったものの、THAAD 配備問題については平行線となり、やがてソウルで彭大統領の退陣を求めるろうそく集会が開催されるなど始まるなど政権が追い込まれる事態となったんだ。その他にも修学旅行中の高校生が多数犠牲となったセウォル号沈没事件などへの対応の拙さなどもあって、国民からの信頼を失ったパククネ大統領は失脚し、変わった極左のムンジェイン大統領は中国との関係を改善しようと、韓中の通貨スワップ協定を延長するなど露骨な親中政策を実施し、2017年10月31日に THAAD の追加配備をしない、アメリカのミサイル防衛網に参加しない、非韓米の安保協力を軍事同盟化しないとする韓国政府方針を発表し、これらの実現に動くことで中国との合意がなされたぜ。そのため韓国は、北朝鮮が開発を進めている弾道ミサイルへの対応を自国で実施する必要が生じ、THAAD に代わる高高度での弾道ミサイル迎撃が可能な長距離地対空ミサイルの開発を急がなくてはならなくなったわけだ。韓国ではこれまでに、地対空迎撃ミサイルとして天弓シリーズを自国開発していたことからそれらを発展させるべく、国防科学研究所 ADD 主導で国内企業のハンファや LIGNEX-1 などがレーダー誘導装置駆動装置などが協力して研究開発が進められたよ。LSAM の開発は2014年から開始されていたものの、北朝鮮に対して緩和政策を進めていたムンジェイン政権時代には、
北朝鮮との関係を考慮して試射が数ヶ月延期されるなどして開発が遅延していたんだけど、そのムンジェイン政権が倒れて保守派のソンニョル政権が立ったことで、昨年までに4回の標的を用いた実射試験が完了し、今回の戦闘用適合判定を受けることになったんだ。LSAM は、北朝鮮の KN-23 火星11号や KN-24 火星11ネイなどの固体燃料戦術弾道ミサイルを、飛翔における終末段階で撃墜することを目的として開発された迎撃ミサイルで、航空機や巡航ミサイルなどの中低空を亜音速で飛行してくる目標を標的とする対空用 AAM と、対弾道ミサイル用 ABM の2タイプが開発されているね。そのうち弾道ミサイル迎撃用ミサイルは3段式の本体で構成され、赤外線センサーと精密誘導機能を備えていて、ミサイル迎撃が可能な高度は戦術したように40から 60km だぜ。1個のシステムは、トレーラーに搭載された S バンド AESA 多機能レーダー式統制 C2 センター戦闘制御ステーション及び、AMABM の核ミサイルタイプが搭載されたトラック搭載型ランチャー4台で構成され、発射装置1機あたり6発のミサイルが搭載されているらしい。正方形の形状を持つ S バンド AESA 多機能レーダーは、THAAD に使用されている X バンドレーダーよりも、弾道ミサイルを探知可能な距離が若干短いと言われているが、弾道ミサイルだけでなく、低空を飛行する敵航空機を探知して追跡することも可能な多機能レーダーであり、最大150度の範囲を探知することが可能で、広範囲をカバーすることができ、航空機であれば数百機、弾道ミサイルならば数十機を同時に追跡できるようだな。韓国はこの LSAM の量産を2025年から進め、北朝鮮の弾道ミサイル攻撃の目標となりうる韓国国内の主要都市や軍事基地及び軍事施設の周辺に配備を進めることで、弾道ミサイルの脅威を軽減させるほか、この LSAM の世界への売り込みを図り国内の防衛産業の成長を促す目論みがあるんだって。韓国の兵器輸出についてはここ数年大型契約が発生していて、2022年には173億ドル約2兆7200億円に達していて、2023年は金額としては140億ドル約2兆2200億円にやや縮小したものの、世界における顧客基盤が拡大されており、オーストラリアから東南アジア諸国にポーランドなどの欧州諸国など複数の地域にまたがっていて、特にポーランドへの戦車や自走榴弾砲などを大量に輸出したことによって、それまでのポーランドが保有していた兵器がウクライナに供与されるなどして、間接的にウクライナを支援するものとして西側諸国による軍事支援に寄与しているとの見方もあるね。それらの他にも、韓国国防部では2024年年2月におよそ32億ドル約5030億円で、天弓 II をサウジアラビアに輸出する契約が成立したことを発表するなど、中東諸国への影響も強めているよ。また、兵器の種類も戦車榴弾砲戦闘機多連装ロケットシステムマース装甲車に潜水艦や、外洋哨戒艦など様々な品目に及んで販売しているのであるが、それらの兵器売却に伴って装備品や部品の供与に訓練プログラムの実施、さらには共同開発の取り組みなども実施しており、兵器の販売だけにとどまらずアフターケアも含めた防衛協力を促進することで世界中から注目を集めているな。さらに2023年4月25日に韓国の第153期防衛事業推進委員会は、2027年までに2兆7100億ウォン約1500億円の予算で、今回開発が完了した LSAM よりさらに高高度での迎撃が可能な新たなミサイル防衛システムの研究開発を進める計画が審議されて承認されたことを明らかにしたぜ。このミサイルは LSAM ブロック2と名付けられたこの新たなミサイルシステムは高度 180km まで迎撃可能な高高度迎撃ミサイルと中国やロシアで開発が進められ実戦配備されている極超音速滑空弾迎撃ミサイル GPI で構成されるとしていて、THAAD の性能を上回る対弾道ミサイル防空システムとして導入を検討する国が増えるだろうと見られているようだ。韓国では近年陰りが見え始めた自動車産業に代わり、
この先の外貨獲得の手段として防衛産業にますます注力していくものとみられ、日本の潜水艦や次期戦闘機などの装備品移転に大きな影響を与える可能性が指摘されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。